にしようかな。だって。ええ、その通り。そろそろ第二段階を始めようと思いましてな。第二段階、技法書を手に入れるためのですか？一体どのような。このフラーレス地方にはコロリン穴と呼ばれる場所がありましてな。ひとたび物を落とせばコロ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 と奥地まで転がっていってしまうとても深い穴です。皆さんにはそのコロリン穴の奥地まで行ってきてほしいのです。お、ただ奥まで行ってくればいいんですか？ええ、それで結構。コロリン穴の奥地で君はまた一つ世界の真実を知るでしょう。世界の真実。今回も案内役には夏目をつけます。どうかお気をつけて。着いたぞ。ここがコロリン穴だ。なあなあ夏目、第二段階ってのでどんなことを教えてくれるつもりなんだ？それがしにもわからん。以前は何を伝えるべきかあらかじめ肝臓様から聞かされていたのだが、今回は何も聞いていないのでな。それがしにもさっぱりだ。なるほど。ではやはり実際に奥に行ってみるしか。それがしが半分受け持とう。
残りは頼んだぞ、お主たち。クエストクリア。終わったか。いきなり魔物なんてびっくりしたわね。ありがとう夏目、助かったわ。いや、それがしは案内役を務める身、これしきのこと礼には及ばん。頼もしい限りだぜ。俺も負けてられねえな。夏目、気になったんだけどさ、夏目の剣って変わった形してるよね。あ、それ私も気になってました。やはりそれはフラーレス地方の剣なんですか？ん？ああ、これは刀という武器だ。刀を使う戦士のことを侍という。それがしの父上も優れた腕を持つ侍だった。それがしは父上を超えるべく丹蔵様のもとで修行を。強くなるために頑張ってるんだね。うん。さて、おしゃべりが過ぎたようだ。お主たち、コロリン穴の奥に向かうぞ。まあ、照れちゃって。夏目くんもだいぶ心を開いてくれたみたいですわね。うん、もうちょっとで仲良くなれそうかも。でも今は夏目くんの言う通り、肝臓様の第二段階を終わらせるためにこの穴の奥に行かないとね。クエストクリア。
だいぶ朽ちてしまっていますが、戦士文明の遺跡でしょうか。そのようですわね。でも妙ですわ。ほら、ところどころに壊されたような跡が。あら、本当。これ相当強い魔法で壊されてる。ってことは、誰かに壊された？ええ、そういうことみたいね。魔法を使う魔物の仕業かもしれないけど。ご明察です。さすがは皆さん、理解が早い。肝臓様。さて皆さん、ここにある遺跡もまた400年前の戦士文明のものです。ですがおかしいと思いませんか？これほど深い穴の底にある文明が火山の噴火だけで滅びますか？それに先ほど皆さんが気づいた魔法による破壊の跡、これを総合して考えると、文明を破壊する存在がいる。文明を破壊する存在？そんなものが本当に？人の営みというのは存外強いものです。それゆえ文明はそう簡単に滅びはしない。それがこうも見事に朽ちているということは、それ相応の理由があるということですよ。肝臓さん、あんた一体何を知ってるって言うんだ？とにかくこれで第二段階も終わりです。次はいよいよ最終段階ですよ。またしばし時間を空けるとしましょう。頭を整理する時間も必要でしょうから。それでは。世界の真実、文明を破壊する存在、この世界は一体？私の全力。